トロンライトサイクルパワーランはディズニーパークにあるアトラクション。映画トロン、トロン、レガシーをテーマとした半屋内ロケットスタート型のローラーコースター。トゥモローランドに位置している。上海ディズニーランドの開園と同じ2016年6月16日にオープンした。ゲストはグリッドの世界の中で自身のライトサイクルに乗る体験をすることができる。 コースターは屋内と屋外の両方を行き来し最大で時速 97km に達する。これは世界のディズニーパークのローラーコースターの中で最速である。このアトラクションは色とりどりに光る天外の中に設置されている。ウォルトディズニー・イマジニアリングによって設計されたバイク型のライドはドローンシリーズに登場するライトサイクルをイメージして作られてある。 ゲストがこのライドに乗る際は前鏡になり前方のハンドルを引くことで背中の留め具が下がり体が固定される。マジックキングダム版の名称はトロンライトサイクルランとなることが決定した。トゥモローランドに2022年に開業予定。ありがとうございます。